こんばんは。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 宿題終わりましたか？宿題終わりました。学校の宿題今日終わったんですよ。今日は何公演かな。今日は公演ではないですけど、後でこれから私はなんかこのカラオケ配信のことをもう公演っていう呼ぶように決めたんですけど、でもこれからは自分でセットリストとかも考えて公演を自分で作ってやっていこうかなって思うんですけど、企画として。でその公演の名前を考えたので後で発表します。こんばんは。くっちゃんさん、何かなこれ。ありがとうございます。そうなんですよ、セルフプロデュースの公演をやろうと思ってるので、ショールームでですよ。プロデュース、こんばんは。公演の名前は後で発表します。ハイズさん、だるまありがとうございます。モバメの返信はチェックしてるんですか？はい、ハッシュタグサラメールで、ツイッターとかで皆さんに書いて、もう返信を書いてもらってるんですけど、全部読んでます。ありがとうございます。皆さんたくさんありがとうございます。ギフト、マーチンさん、こたつありがとうございます。こんばんは。サラがさらに進化。私こういうの好きなんですよ、なんかダジャレみたいな、うん、はじめまして。くっちゃんさん、ハートありがとうございます。プロテインって美味しいの？プロテイン美味しいですよ。プロテインのココア味と、あ、でも最近バニラ味が好きです。ジムに行き始めたらしいだ。そうなんですよ。でも結構5月ぐらいから行ってて、最近なんかやっとその会員みたいなのになったのでよく行くようになりました。女優ライトの女優、そうなんです。この前配信中にライトが届いて、それで今それを使ってるんですけど、なかったらこんな感じになるけど、あったらこんな感じになります。プロテインのココア味、そっちじゃないですよ。ココア味違いますよね。これがほら、しかも光の色も変えられるんですよ。こうやって青からオレンジになります。こんな感じです。女優さんだ。カラフルな表情。そうなんです、今日はメイクしてる。今日はリップを塗ってます。みんな髪とかで代用してるのにさすがで清水プロ。なんかみんなにもなんか清水プロって呼ばれるんですよ、メンバーとかに。リュウショウキンさん、ハートありがとうございます。プロ、プロってなんか呼ばれるんですよ、メンバーにです、メンバーのみんなに。
プロテイン、プロテイン、清水研究生、そうですよ。小さい頃からショートカットです。小さい頃からずっとショートカットです。清水女子プロ、なんか選手みたい。プロテインのプロ、あ、じゃあそれもありますね。プロ、プロテインのプロ、立ち振る舞いがプロっぽい。そうですか、なんでだろう。公式ニックネームじゃないんですよ。公式ニックネームとかじゃなくて、全然ニックネームはあんまりなくて、今は一応サラちゃんにしてます。今度ウィッグをつけてロングヘアに変身してみて。やったことないですけど、この前なんか自分で遊びで、写真加工のアプリでお絵描きの色を使って、黒でここで自分の髪を足してみたんですよ、ロングに。どんな感じなんだろうと思って、そしたらめっちゃ似合わなくって、もう一生ショートにしようと思いましためっちゃ似合わなかったんです。遊びでやったんですけど、一人で全然似合わなくて、写真加工のやつ見せたいんですけど、どうやって見せられるんだろう モバメで送って、でもなんかお見せできないような感じなんですよ。なんかめっちゃリアルでロングみたいな感じなんですけど、そんなにモバメに送ってみるとは。覚悟がいりますよ、それは。もう加工なのに、加工です。なんか自分で茶色いペンで、そのスマホの中のアプリの茶色いペンで付け足してみたんですよ、こういっぱい何本も書いて。そのロングがもう超似合わなかったので、もうやめますなんの加工アプリ？ピクサーアートです。ピクサーアートっていう。イクさん、ハートありがとうございます。何時まですんの？1時間します。6時に始めたので7時までやりたいと思います。ピクサーアートです。そうです、あくまでもアプリなので。でもすごくあれなんですよ、あくまでもアプリなので。公演はいつから？公演って、公演はいつからなんだろう、よくわかんないな。今日昼若干暖かかった。昼は今日、この前の通ってたスクール、 STU に入る前に通ってたスクールで、スクールの時代のグループの友達、革命少女の時の友達と一緒にあれに、勉強しに行ったんですよ。めっちゃ楽しかったんです。久しぶりに会えたので、プリクラを撮ったりもしました。ルーシーさん、あやな？すごい。ちょっと名前出していいのか分かんないんですけど、まあそんな感じです。なんで分かったの？その分朝は寒かったけどね。安部さん、朝もだから今日なんかずっと外に出てないって感じなんですよ。でもさっきは一応行ったんですけど、 ST にレッスンではなかったんですけど、なんか散歩の時仲良く一緒に歩いてたもん。やっぱり分かるのかな。そう、歩いてたかな、よく覚えてないけど、多分歩いてたと思いますセブンで見ることに言ってへんか
題見てたよ。なんか公演のレッスン始まった？公演のレッスンはあれ、あと始まりましたね。ダンスを今やってます。サビをやってますね。公演のレッスン始まりました。届いた女優メラ使ってる、使ってます。こんな感じです。見てください、変化を。いきますよ。顔が明るくなるんですよ。始まりましたか。効果あるんですよね、結構。私これ色もさっきも言ったんですけど、色も変えれるんですよ。オレンジとか青とか普通に白もできるし、めっちゃ有能。丸いやつ、丸いです。丸くてこの丸の中になんかスマホがあるっていう感じなんです。眩しくないんですよ、なんか。でも目で直に見たら眩しいかもしれないです。顔が丸い。それは頑張ってジムに行くしかないです。目に星はできないと思いますね。目に星はできないんですけど、あ、ライト自体がスタンドにもうライトがついてるっていう感じのライトのスタンドなので、お見せすることはできないですね。ごめんなさい、スタンドなので。これ ダンスしてる時に振り飛ばしたこと何回もありますね。なんか間違えちゃってもなんかささっとなんかさりげなくやってました元からみたいな感じで戻します。耳かわいい、ありがとうございます。そうなんですよ、ささっとなんかあれって感じで、間違えてないですよっていう感じで戻しますね。堂々と、なんか先生優しい、先生は優しいっていうか優しいですね。でも結構、でもめっちゃ気合が入る感じです。すごく分かりやすいんですよ、先生のダンスのご指導のやり方が。顔が丸いのは骨格なので、そうなんですよ。なんかここ骨なんですけど、ほらここですよね、ほらほら、なんかもう骨にぶち当たっちゃって、どうやったら顔痩せるんだろうっていう感じなんですよね。こうやって、でもここはできます、こうやって。おお、すごい、たくさんコメントありがとうございます。いっぱい来てる。アクタさん、ハートありがとうございます。すごいたくさん。コガンローラーさん、テロップ何にする？あ、そう、テロップは、あ、さっき最初の方に言ったのでもう一回説明しますね。テロップはというか、あの今日なんかいろいろなショールームの企画を考えてて、でやっぱりあのこうカラオケ配信をするときに公演っていう名前を私はつけてカラオケ配信をすることに決めたんですけど、それでそのカラオケ配信のときに自分で公演のセットリストを考えて自分の公演を作ろうと思って、で今日その公演の名前も考えたので、あとでちょっと、もうちょっとあとで、まだ15分なのでもうちょっとあとで発表したいと思います。セルフプロデュースだから、そういうことをテロップに書きたいんですけど、ちょっと要約して書かないとあんまりあれなので、なんか長いことが書けないので。あ、アクタさん、ハートありがとうございます。セトリは決めてなくて、まだ決めてないんですけど、暗闇と10年桜を入れたいかなって思ってます。テロップの文字の制限があるんですよ。清水プロデューサー、サラパン公演、
ょっと長いですよ。十年桜、私は小さい頃 AKB48 さんがすごく好きで、だから10年くらい前の曲が多いかもしれないです。その頃3歳くらいから好きだったので、10年桜とか懐かしいんですよ。栃木のスーさん、ハートありがとうございます。使ったセットリストはまだ使ってないものもやりたいんですけど、やりたいと思ってます。ハートありがとうございます。コメント増えてよかった。コメント皆さんたくさんありがとうございます。アクタさん、ハートありがとうございます。3歳の時よりも10年後はもっと輝いていたから。3歳の時は自分がこういう風に48グループに入れるなんて夢にも思ってなかったので、本当になんか 10年前の3歳の自分に言いたいっていう感じです。言いたいっていう、本当に思います。戻って、あ、安部さん、だるまありがとうございます。アクタさんも本当ありがとうございます。だるま、素晴らしい10年後じゃないですか。そうなんですよ、なんか3歳で AKB48 さんにハマって、そこからちょうど10年後で13歳の時に STU48 の研究生にならせてもらったので、素晴らしい10年後かもしれないです。なんか自分で言っちゃってますけど。リオキメイビーは入ってるかな。どうだろう。まだあんまり決めてないんですよね。あ、すごい、皆さんたくさん、栃木のスーさん、だるま、やすさん、ハートありがとうございます。さらちゃんかっこいいわ、ありがとうございます。3歳で会いたかった、私はなんか会いたかったというよりかは、踊りだったら歌は会いたかったもすごい好きだったんですけど、会いたかったじゃなくて、あのヘビーローテーションの24時間のところがすっごい好きで、君だけリクエスト中のところとか、そういうのを踊ってたんですよ。なんかこういう振りがあって24時間のところだったかな、そのとこの振りを真似してました。なんか（笑）めちゃくちゃ可愛い、ありがとうございます。アクタさん、ハートありがとうございます。お、すごい、黒にしたら顔が見えなくなっちゃう。ヤハギモイカちゃんに似てる、似てますか、ありがとうございます。ヤハギモイカちゃんはなんか自分図鑑っていう写真集を発売されてて、めっちゃいろんなところでその本を見かけるんですよ最近。どこに行ってもヤハギモイカさんがいらっしゃるんですよ最近。今日は座って配信してます。顔が似てるよね、本当に似てますか、ありがとうございます。土がいっぱい、土。そうですね、矢作さんもっといてほしかったですね。実は、実は似ている。 OK さん、花束ありがとうございます。太田優里さんやら矢作さんやらショートの子に似てる、もうみんなすごい方ばっかり、ありがとうございます。篠田麻里子さんにも似てますか、で似てる、実は。ちびまる子ちゃんにも似てる。3年生ちびまる子ちゃん、小学校、私3年生だったら5歳も年上だ。ハイドさん、燃えるお兄さん、だるまありがとうございます。すごいいっぱい、
内面はななちゃんかな。ありがとうございます岡田さん。皆さん本当に褒めるのがすごい。ここから顔がもっと変わるからね、細くなればいいな。でもここが骨だからな、変わらないかもしれないんですよ。ここが骨なんですよ、こうやって押さえても。サスティナブル踊れる。いや、なんかこういうところしかできないです、あんまりわかんないです。真剣に踊ろうって思って、踊ろう覚えようと思って見たことがなくて、なんかただ可愛いと思いながら見入っちゃうので、なんかこのあれっきりこれっきりのサビのところぐらいしかわからないです。背は1年で1ミリずつ。1年で1ミリはちょっとちっちゃい。ほっぺたメイクで黒く。サステナブル歌える。サステナブルは歌えますね。歌えますね全部。あ、でもフルでは歌えないです。2番は怪しいです。でもカラオケでよく歌ってるので多分歌えると思います。身長は本当は160センチになりたいんですけど、多分なれないかもしれないので、157センチとかセンチとかなりたいかな。岡田奈々さんの真面目ドッキリ動画が面白い。そんなのあるんですか？真面目ドッキリ、どんなドッキリなんだろう、見たことない、見てみたいな。今は154センチくらいです。154センチです。サラの好きな YouTube にあるよ。よくご存知で。YouTube が大好きです。今何センチくらいです。今154センチです。もしかしたら STU48 ファン中1女子さんよりも小さいかもしれないです。多分。でも平均くらいかな。平均よりちょっとちっちゃいかな。わかんないけど。マーチンさん、ハートありがとうございます。1センチだけ勝った。ああ、負けた。中学校1年生なのに。負けちゃった。なら あと3センチで目標達成じゃない。なるのかな。マーチンさんありがとうございます。STU48 に萩萌香がいると言ったら、まだ身長伸びてる？ちょっとずつ伸びてますね。でも安部さんかわいい、ありがとうございます。18年の秋はまだおちびさんだったけど、あっからめっちゃ伸びた、めっちゃというか伸びましたよ多分。2018年の秋結構ちっちゃかったんですよ。150センチあったかわかんないぐらい、わかんない、あったのかな、149センチくらいわかんないですけど、そこから伸びてますよ。さこちゃん伸びそう、伸びそうですよね。手足が長い感じですごいステラッとしてて、どんどんスタイルが良くなりそう。くっちゃんさん遠い尊い、ありがとうございます。遠いってちょっとバスケやるない190センチ、もうコートにつきそう。149センチだったかわかんないですよ。でも多分150センチあったかわかんないっていう感じです。足のサイズは 23.5 センチですね。横に伸びちゃダメ、横に伸びちゃダメ。STU48 入る前握手会行ってたことある、行ったことないですね。あの YouTube とかでめっちゃ見てたんですけど、握手会はなくってないんですよ。萌えるお兄さんだるま、栃木のスーさんハートありがとうございます。コンベックス岡山握手行きます。コウジさんありがとうございます。岡山
サラは在宅オタよく知ってますね。そうなんです、いろんなアイドルを見てるんですけど、私はなんか全部在宅なんですよ。めっちゃ詳しいのに在宅。ファンの方の名前とか顔とか覚えてますか？まだ握手会とかがないので、名前顔はあまり分かんないんですけど、なんとなく、なんとなくというかショールームのコメントしてくださる皆さんは名前結構覚えてます。初握手緊張しますね。な、乗りだ、ま、お願いします、名乗り出てください。覚えてもらえるように頑張ります。私も覚え、てかでも覚えれますよ大体。2月4日の白色世界が楽しみだね。栃木のスーさんありがとうございます。握手のフリップどこやった？握手のフリップはどこやっただろう。あれ、握手のフリップがこれかな。ないな、握手のフリップがないんですよ。どこ行っちゃっただろう。フリップが紛失しちゃった。もしかしたら違う回にあるのかもしれない。3000人の皆さんありがとうございます。フリップがないんですよ。どこ行っちゃったかな。忘れ物が多いんだっけ。そうです、忘れ物が多いんです。握手会は初めてなのでぜひ皆さん来てほしいです。やっぱりおっちょこちょいでった。そうなんですよ。だるまやすちゃんさんありがとうございます。うっかりさん、もうめっちゃうっかりさん、うっかりさん。今なんか高さを合わせるために椅子の上に正座をしててっていうか足を入れてて、めっちゃなんか痛くって足がしびれてきちゃって、なんか変な動きいっぱいしてますね今。ごめんなさい。足がめっちゃ痺れてめっちゃやばいんですよ。マーチーさん、花ありがとうございます。めっちゃ足がくすぐったい。もうやばい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 、今やばい、めっちゃ今来た。普通に座ったら、わー、普通に座ったらちょっと低くって、高さを合わせるために、うわーやばい、ちょっとなんかごめんなさい、変な動きが多いですだから。ごめんなさい、だからもうちょっと普通に座ります。めっちゃ足がくすぐったい。あーやばい。座布団3枚。無理して、もう正座やめます。わーやばいやばいやばい、なんか変に揺れてます、ごめんなさい。だからフフフ、正座しながら出たのか。ほら、なんか深さが低くないですか、ちょっと低いから。でもなんか上からやった方がちょっと盛れるかなって思って、なんか上っていうかもうスタンドの高さがもう決まってて、最近女優ミラーじゃなくて女優ライトのスタンドが来たんですけど、決まってたから、あ、治りました、足のしびれが治りました。こうしてたんですけど、
30分間正座しとったらめっちゃあれなんです、めっちゃ痛くなってしまった。でももう一回正座しよっかな、ちょっとまあいいか、これがいいか、これくらいにしよう。インジャンさんこんばんは、ごめんなさいフォローしてるの初期です。全然大丈夫です。下から30分きつい。クッションとかないの？ここにハートのクッションがありますけど、なんかクッション引いたらもごもごす、こうやってなるかなと、ゆらゆらするかなと思って、安定しないかなと思って。でもなんか上からもう高さが決まってて変えられないんですよ、これ以上低くできなくて、ほらこうやってちょっと触れちゃうだけなんですよね。だからこの高さです、これからは。クッションで揺れとるか。クッションで不安定になって揺れそうだから、スマホスタンドがあのライトとくっついてて、スタンドが変わったので、もうこの高さしかできないんですよ。だから毎日これからこれです。2期生の推しが決まりません。2期生じゃったらあれだ、 DD だ、誰でもだ、誰でも好きじゃん、誰でも大好き、誰でも好きだったら DS になっちゃう、誰でも大好きってことかな、どういうことだったっけ。 DDOK さん、ハートありがとうございます。すごい、3676人の皆さんありがとうございます。ショールーム用にこれ、昨日じゃない、一昨日、この前のカラオケの配信で届いたばっかりなんですよ。配信中にこれがピンポンって来てから、それは届いたばっかりなんですけど、これだから届いたばっかりだからもう帰れないかな。DD だ、DD でも全然 OK ですよ。すごい、皆さんたくさんありがとうございます。 OK さん、だるま、ファー、エジプト代表、サラー、エジプト、座布団買おう、座布団言いますね。天井配信、何それ、すごい、そんなのあるんだ、いろんな配信がある。今日はカラオケする、カラオケは多分しないかな、まだ暗闇の2番を習得できてないので、暗闇の2番ができるようになりたいんですよ。三脚地面じゃなくて勉強机に置いてます。ここは自分の部屋なので机に置いてやってますね。今は SD、 サラちゃん大好き、ありがとうございます。宿題は終わりました、イエーイ、宿題終わった。おかしいと思ったら机の上から、そうなんですよ、机の上です。ハグしたいです。るんちゃんさん面白い。冬休みもうすぐ終わり、そうです、冬休みもうすぐ終わりだけど、学校にはちょっと行きたいですよ、学校には。宿題終わった、でも遊ぼうと思ってもまだ塾の宿題が妨げてくるんですよ。だから塾の宿題もやらないといけない。でもとりあえずなんかラッキー。ヒロさん何歳ですか？中学校2年生の13歳です。
今日の夜ご飯はハムステーキのステーキ、いいな。そうなんですよ。 OK さん、だるまありがとうございます。両立頑張れ、頑張ります。僕の脳へ墨なしです。スチスチビームってどうやるのかな。じゃあそろそろあれなんだったっけ、公園の名前を、あ、そう、説明します。もう一回と、私は自分のショールームの企画で、あのカラオケ配信にをセットリストでやるんですけど、それに公園っていう名前をつけてやって、前回なんかそれを続けたいなと思って、そしたら自分の公園を作ろうって思って、自分でセットリストも考えて、公園をするので、その公園の名前を今回決めたので、それを今から発表したいと思います。じゃあ発表しますね。そう、自分の公演、自分で公演をセットリストとか考えたりして歌いたいんですよ、ショールームで。じゃあ公演の名前発表しますね。名前はじゃじゃん、ショールームは私のステージ公演です。開始時期は未定です。こんな感じです。オリジナル公演考えました、自分で。ショールームは私のステージ公演。ちょっとなんか字が斜めっちゃって汚いんですけど、今やばい時間が始まるってなって6時になるちょっと前に書いたので、ちょっと字が汚いんですけど、こんな感じです。見えますか。ちょっと見えるかな。期待しかない、ありがとうございます。でもお高いんでしょ。もちろん無料です、そこは。スクショ成功、見えますか。無料、無料ですよ、もちろん。曲は何がいいですかね。曲をまだ決めてなくて、セットリストも決めてないので、でも今入れようと思ってるのは10年桜と、なんだっけ、10年桜とあとが暗闇ですね。なんか今までにやったのとかじゃなくて、48グループ全部のやつで考えてて、あの10年桜は私が10年くらい前に3歳の時に、10年前に AKB48 さんが好きになった頃の歌で、今日なんかもう一回なんか車の中で聞いたんですけど、やっぱり素敵な歌だなって思って、歌いたいなって思って、これそれと暗闇はこの前フルでできなかったので、フルでやりたいです。サステナブルも歌う、サステナブルも入れたいな。あと桜の木になろうもいいなって思って、なんか桜がいっぱいなんですけど入れたいんですよ。夢力、風を待つ、それをこれから春に、そうですね、もうすぐ最強ツインテール、めっちゃ可愛い系が好みですね。大好きな人、ペダル、いろいろあるな、思い出せてよかった。夢力、そうなんです、夢力はカラオケになくてアカベラになっちゃうんですよね。あ、甘口コメントも辛口コメントもぜひ皆さん教えてください。最強ツインテール、ゲットユー、カップリングもある。あ、でもカップリングはカラオケショールームのカラオケ機能のに
ないことないのないんですよ多分カップリングの曲が。だからカップリングができるかわかんないんですよ。最強ツインテールとかもあるかわかんないんですよね。大声ダイヤ、あー懐かしい。山本真奈どんな歌ですか。富永浩平さん初見です。初見ですか本当に。衣装、衣装は考えてないな。衣装もなんか可愛い系の記憶。パートオブヤワールド、パートオブヤワールドを昔いっぱい歌ってたんですけど48がいいかな。ワルキー、何それワルキーって歌あるんですか。ひょっこりひょうたん島、シアターの女神公園の希望的雰囲気、あ確かにいいですね。マックス時、わかんないな。ワルキーもわかんないな。調べてみないとわかんない。いるよね、米拾うまで初見ですって言い続ける人。はい私です。偶然の十字路、グリーンフラッシュ。ハイズさんだるまありがとうございます。まただるまありがとうございます。じゃあ一回これちょっと重くなっちゃったんで下げます。サラメールで募集したら、あそうしようかな。サラメールでじゃあしばらくちょっと募集しようかな。あ4600人さんありがとうございます。あのモバメのサラメールっていうその返信をそこで書いてもらってるんですけど、全部見てるので皆さんぜひ書いてください。モバメを取ってくださる方は僕らのセーフクリスマス。イコラブか。OK さん、だるまありがとうございます。もうスルー前提で書いたの拾っちゃった、恥ずかしいんですが、また拾っちゃった。拾っちゃったというか、皆さん拾えるものは拾います。サラちゃんのメール読み応えあります。ありがとうございます。乃木坂もあり、乃木坂はなしかな。でも乃木坂も歌ってみたいな。公演っていうこのあのこの公演以外、二人セゾンとか。君スピ無理か。無理かもしれない。日向坂は、日向坂ドレミドレミ、君の名は希望、ベビーメタルは無理かな。キュン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 、日向坂さん。どこかで歌方サタデーナイトモームスさんですね。イコールラブ、君の名は希望はサラちゃんの歌声で、君の名は希望っていう歌知らないですね。ちょっと聞いてみます。永遠プレッシャー、あーいいですよね。ちょっと聞いてみますね。君の名は希望だっけ。
ノイミ4846イクラブノイミとあとラスアイさんも多分 OK だと思います。名曲ですよ。いや名曲なのに。君の名は希望は乃木坂ですよね。やっぱりなんか知らないと思ったんですよ。 AKB さんかなと思って乃木坂さんですね。乃木坂さんわかんないんですよ。君の名は希望わかんない。青春トレインはわかります。トレイントレイントレイン。あと私ワルキーっていう曲かなんかわかんないかな。僕らの制服クリスマス可愛いですよね。大人サバイバー日本だ。みんなちゃんサブリミナル作戦も OK や。虫のバラード、虫のバラード前もショールームなんか言ってもらったんですよね。ミルキーってこと。渡辺美由紀ちゃん、渡辺美由紀さんが歌ってたんですか。ワルキーわかんないや。ワルキー渡辺美由紀さんわかるんですけどわかんないや。渡辺美由紀、渡辺美由紀さんです。虹の作り方、虹の作り方か。NMB はあんまり知らない。NMB はなんか曲は知らないけど、あの塩崎ケイトさんが可愛いなって思ってめっちゃ見てましたこの前。曲はあんまりわかんないんですけど、白を見るさんとかも、あまあ塩崎ケイトさん、同世代。そうなんですよ、年が近くてケイトさん。多分ケイトさんの方がん一個下かな。あ、同い年だった、同い年かな。あ、同い年だと思います。チームエイトの曲、チームエイトの曲か。チームエイトはわかんないかな。チームエイトの曲でもなんか言ってもらったらわかるかもしれない。気づいたら片思い、わかんないな。同い年ですね多分47素敵な街で、それはわかりますよ。チュー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 。5000人の皆さんありがとうございます。すごいたくさん来てくださりました。渡り廊下あーさんとかはグーの音とかも多分 OK です。2005年12月15日生まれ、私が2006年2月12日生まれなので2ヶ月ぐらい違うか。グーの音グーの音いいんですよ。2006年生まれですね。12秒歌える、歌えないですね。わいは令和生まれ、それは0歳だ。でも私がもし令和生まれ入ってくれますよね。私がもし、あでも入ってこないか。10歳ぐらいで入ったとしたら、私が23歳だったら10年後くらいにもしかしたら令和生まれが、私が10年いたら入ってくるかもしれない。やばい。10歳年、10歳 ?13 歳年下だから
13歳の時に令和が来たから、だから私がもし23歳くらいまであの STU にいたら、10歳くらいの子がもし入ってきたら令和生まれが入ってくるかも、かぶるかもしれない10年いて23歳になったら、もしかしたらまでいたら10歳入ってくるかもしれない。STU48 2期生の川田奈ちゃん、田村夏希ちゃんをしてます。私もしてます10年後も23、10年後も10年後はもう23歳ですよ。23歳の自分なんて想像つかないよ。でも3歳の時も13歳の自分なんて想像つかないって思ってたし、なんか小学校4年生ぐらいの時にオリンピックのが2020年東京ってのが発表されたけど、なんか14歳の2020年で14歳なんですけど、14歳とか自分本当になるのって思ってたら普通に14歳になっちゃう。もうもう14歳に2020年14歳になっちゃうのって思ったけど、なっちゃうか。なっちゃうんですよ。悲しい。20歳、14歳の生活じゃない。今はまだ13歳なんですけど、14歳になるかもしれない。来月誕生日なんですよ。広島握手来てください。お願いします。ありがとうございます、ルーシーさん。来月2月12日が14歳になるんですけど、その14歳に私が怖がってた14歳になっちゃうんですけど、その日の前日の2月11日にあの広島で握手会があるので、ぜひ皆さん来てください。お願いします。怖いんじゃと、怖いというか、なんか未来すぎて怖かったんですよ、その時は。5年後とかのことが、でももう普通にもうすぐ来ちゃったって感じなんですよ。だから13歳最後の日です、私の広島決済も終わってます。2月まで多いですか？多いかな。来年も中学生、来年も中学生なんですけど、婚姻屋のごとしですね14歳から法律の適用も変わるからね。そうなんですか。受験も怖いさ。中二病にはかかった。いつも聞かれるけど、そんなに中二病か分かんないな。14歳の目標というか今年の抱負は、なんかやっぱり自分らしさを生かしながらグループに貢献して、あとはやっぱり第一にあのあれですね、研究生から昇格できるように、正規メンバーさんになれるように頑張ります。そうか、来年受験。そうなんですよ、来年受験。テントウム中、わかんないな。頑張ります。JS にも見える、見えるかな。コバジュンさん、初見です。多分初見さんですね、本当にありがとうございます。ファイト、ハイズさんありがとうございます。ラスカルさん、だるまありがとうございます。サラ両方とも、いや、そうなんですか、初めて知ったな。
2つありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。サラサラしたいわ。何度目かの初見です。そうですね、何度目かの初見。テントウムチわかんないな。じゃあちょっともう一回この新公演、自分の、私がこれからショールームで公演を、公演っていうか自分でセットリストとかも考えてカラオケ配信をしたいんですけど、そのことを公演って呼ぶように決めて、その公演の名前がショールームは私のステージ公演なので、ぜひ皆さん見に来てくださいお願いします。自分でセットリストとかも考えるので、あ、でも皆さんもしよかったら、もしいいのとかがあったら、だあのセットリストに入れたらいいと思う歌とかがあったら教えてください。いつやんの、開始時期未定なんですけど、歌を練習しないといけないから、たくさん、またショールームでお知らせします。今でしょ今はできないな。ルーシーさん、3年後です。3年後では、3年後ではないんですか。じゃあちょっとランキングを読んでいきます。13位、ケリドンさん、ありがとうございます。12位、キーピーエイチさん、ありがとうございます。11位、アクタ2020さん、ありがとうございます。そして10位、ユウキさん、ありがとうございます。9位、マモルーさん、ありがとうございます。8位、ヤスちゃん、ありがとうございます。7位、クッちゃん、ありがとうございます。6位、マーチンさん、ありがとうございます。5位、リュウショウキンさん、ありがとうございます。4位、栃木のスーさん、ありがとうございます。3位、モイロお兄さん、ありがとうございます。2位、オーケーさん、ありがとうございます。1位、ヤスベイさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。すごい、今日たくさん見てくださいました、ありがとうございました。これですね、ぜひ皆さん見に来てくださいまだ時期未定なんですけど、ごめんなさい。じゃあありがとうございました。カミングスーンです。ありがとうございました。さようなら。